ピーマシン。いやいやいや。まあ、モットーとしては、やっぱり楽しんで勝つっていうのが、すごくモットーになってて、一人一人個性があって、一人一人の良さがあって、まあ、やっぱり今、なんですかね、連続としては、やっぱり一人一人が主役みたいな、ところがあるので、やっぱり一人一人ちょっと注目してほしいなというふうに思います。はい、来週のサムシに出てたんです。お、素晴らしい。はい、いきなりエロコート出てて。おいやー。で、チャレンジャーチームとして参加することになります。はい、対戦相手を指名できます。あ、そうなんだなんか次の対戦相手を選べるんだって。アンダードクエスト。あ、思いました思いました。そうなの。よっしゃ、みっちゃんのとこね。みっちゃんいるの。みっちゃんいない。大輔さん、みっちゃんいる。みっちゃんいないの。アンダードク対戦に指名するレギュラーチームはどちらですか。せーの、アンダードクで来るんじゃないの。